するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。トン3局日本版開始です。皆さん手配を開けてください。ドラマチューン、トコさんの手配こちら、はい、一通が見えますね。もう一通しか見えないですね。 C1 入れば確定ですね。はい、はい、トコさん先ほど前回ですね、はい、ハセホルが綺麗な手でしたね。はい、5万点を超えました。はい、トコさんかなりの差がつきまして約3万点。どんなプランでいきましょうか。あのね、基本的にそのなんていうのかな、この場合は、ドラ使いたいんで、一通の形触れないんで一ピン切ったんですけど、はい、基本的にめちゃくちゃ点差がついた時もそんなに大きく手組みを変えることはしないっていうのも、普段も言ったら一番高い確率で一番打点が高い手を上がれるように組んでるはずじゃないですか。そうか。そうなので手組み自体はそんなに大きく変わんないんですけど、何も変える必要はないんだ。そう、これ難しいですね。これウーピンの周りで1タッチ作る、三蔵の周りで1タッチ作るっていう考え方でできるんですけど、ドラ引いた時だけこの9ピン持ってると嬉しいんですよね。まあ、とはいえこれ9ピンってロスパーピンだけで、三蔵はあの両蔵と数蔵2種類ね嬉しい部屋があるんで、これ9ピン切ります。はい、ね、慌てる時間じゃないですよ。そう、まだトーン3局ですから、うん、日本場ですけどね。ちょっとどうですか、はい、道中、うん、脇の補充もあったので、うんうんうん、こう点差はこうついてますよね。はい、これはね、はい、チーンは当然スルーしましたし、トーンはつも切りました。これは内定まだ安くね、うん、しちゃうにはもったいないですもんね。そうですね、例えばこれラス前とかだったら結構チーして一射点取るのもいいと思うんですよね、うんうんうん、自分の親番がなくてトップ率っていうのが限りなく低いんで、他の人の加点チャンスを減らすっていう意味でチーするのはありだと思うんですけど、うんうん、まだトンバなんで自分の親番もあるし、ここでハネマンとか積もると一気に分かんなくなるんで、はい、ちょっとまだ加点のチャンスは残しておきたいですね。できれば大きく、そうですね、大きく打って大きく勝つ近藤さんですね。近藤さんですね。さあ、また今度上茶さんがちょっと早そうなオーラが出てます、ね、それはね、あの時の9ピンですけど、うん、もうでもこのあの子とはもうお別れしたんですよ。元カノみたいに言いますね。で、これ元カノの友達なんですよね。ああ、仲良くできないってことですか。はい、だからこうつながりがあってもあんまりいいことないんです。もじきです。おお、なるほど。これですよね、問題はね、うん、早めには来てくれたらまだ気が楽だしまとまりやすいんですけど、これ短期に向かっていくんですか。はい、うん、それ短期は全然視野には入れますね。あ、そうなんですね、うん、でもやっぱり積もるたんびに毎回チュンって祈りながら積もってるんですけど違うドラ来ましたね、これは、ね、あ、でも若いのが来た、はい、で数万が2枚に、1万が1枚に、マンズの状況をね、把握今しましたけど、どうですか。これはですね、今悩んでます。今悩んでいるのは、どれ、うん、どこのあたりと。ここでドラを切るか。ええ。で、ここで、ウーマンと三蔵とウーピンが打牌の選択肢なんですよね。うん、で、基本、ウーマン持っておくと、一通が崩れるパターンがあるんですよね、ちょっとね。そうですね。うん。なので、ウーマンを切ろうかな、どうしようかなっていうふうに悩んでます。数万も見えているし、切ってもおかしくはないが、うん、どう判断するか。で、このパターンで、これ今、ドラ切って、ポンって言われると、割と対処のしようがないんですよね。本当ですね。うん。なので、ここは馬を借り切っておきます。はい。ドラは切りませんでした。はい。確かにこれ、泣かれた後。で、結構ね、そのドラ持っててもおかしくない手配進行の人もいいですよね。割と早そうなメンツで進行の人が。なんかね、うん、カンちゃんもチモちゃんも外してるし、ハイパイ取った瞬間をね、僕が世界で一番早いと思ってたんですけどね。カメちゃんもね、世の中は広いもので、いや、この4人しかいない中ですけど ね、もう広さ感じますね。やっぱり井の中の蛙と大会を知らずってやつですね。ちょっとごめんなさい、辞書引きますね。頼むよ。いや、こうなるとイーソーが3枚切りになって、若干3本抜けつき
が弱くなったのと、僕今親の現物1枚も持ってないので3蔵切ろうか何切ろうかどっちにしようかなってちょっと悩んでますね。2人の現物です。そうなんですよね。やっぱりちょっとここまで、うん、形がまだね定まってないですし、うん、安全な範囲残したくなりますけど、ドッポさんはいかがでしょう。はい、僕もです。でこれ3蔵の価値っていうのが、はい、イーソーが3枚飛びになって、しかもこれ、イーソーが早い順で2人切ってるっていうことは、結構これ数層持ってるパターンあるんですよね。ありますね、うん、なのでやっぱ相対的に見ると3蔵のくっつきの価値っていうのはちょっと弱くなってるんで、弱くなってるし、はい、後に危ないしっていうところもありますね。カウルさん、うん、下茶さんはピンズの本一なのかしら、それかチートイズかっていう感じですね。結構これドラ10杯の時ってチートイズに向かう人多いですよね。でもチートイズならもう赤ウソいらないしちゃいますか、うん、もうこれで。まあ例えばその他のローソーは悪くないんだよな。赤はちょっと一番見えちゃいましたけどね、うん、ローソーのくっつきは悪くないですよね。安全な牌を手放すか、はい、それとも、うん、こうなるとこれ難しいね。今7巡目8巡目のと、はい、時点でどれだけこれが上がりに向かえるかどうかですよね。次一杯引くとね、急に上がりに向かえる手配がになるんですけど、次の一杯引いた時に、ここで決断をしておかないと危険な牌を切らなければいけなくなるかもしれないなっていうのが今考えてるところですね。うーん、なんでこれ何はできれば持っておきたいんですよね。いやね、ドラ触るにもちょっと、うん、で、これはね、どっちの方がいいかな。どっちというのは？ピンズの真ん中の方がいいかな、若干。ここの差ですか、うん、そうですね、ウーピンとローソーの比較ですね。いやー、判断少しこれは悩ましいですね。ただこれ、多分下田さん本一じゃないんだよな、あんまり。あまり本質ではなさそうなんだけど。まあ、初トンが早くて。はい。はい、まあ、ただ、万が一を考えて、ウーピン先に切っておきましょうか。選んだのは、あやたかでした。いやいやいや。それ選ばれた方だね、これはね。うん、すごい、やっぱりあの40歳出てきますね。はい、よく言われます。まあ、他のね、周り、あの、下茶だけじゃなく、こう、速度だったりは感じてたんで。はい、うん。闇天のケアっていうのも入ってきます、今後。闇天はね、例えば、まあ、派手な捨て牌をしている人が、目立つ手出しをしてきたりとかっていう時以外には僕はあんまりケアしないですね。あと、うん、仕掛けが入った時にそこの仕掛けを無視して完全にバシバシつもげてたりする人がいる時とか、うんうん、立ち回りはね、はい、もう泣き合います。そうですね、そろそろちょっと泣きたい。はい、くっついて、これはこれ一射点取りましょう、さすがに。これまとまったらリーチいきます、どっち待ち。例えばこれでもチーマンが3枚切れになったりすると、もちろん切る価値ないんで、パーマン9万にしつつ、チュン短期の経点取りたいなっていう感じになります。え、なるほど、うん、2枚見えだったら、まだ2枚見えだったらその時の動向でちょっと考える感じです、ね、闇かリーチかっていうところですね、はい。2枚目のままならチューン切る、うん、は切ります。泣きは仕掛けは します。どこっちはどうです。そっちは泣かないです。泣かない、うん、出たーチ薄いところ、はい、というかあの時切ってたチーは今出てきました。スライドですかね。スライドか、たまたま持っててだったのかしら、うん、はい、他との配当の比較で、うん、トッポさん、ここで天杯が入りましたね、うん、はい、何事もなかったですね。誰もなかったです。そっとね、切ったって言われたらっと言いました。こういうでも怯えちゃうよね、やっぱりね。うん、ちょっとね、周りのね、うん、手配作ってたり早かったりの雰囲気は出てたんですよ、うん、そう、川がね、あのやっぱ、うん、あのおたかぜとかから切り出してて3、7がの切られる速度が速いってって、まあ、結構怖いですよね。うん、そうですよね。これがなんか3、7しか切ってないとかだったら逆に全然怖くないですけど。あ、急走だ。これもなんかこう、はい、なんかスライドからスライドに見えますね。まあ、ただこれはまあ安全牌と思ってる可能性高いですよね。
ああ、バニチウマ3枚もう見えました。で、僕から赤の2枚見えてるんで、今地球上に存在してるのは赤ウピン1枚ですね。そう考えると、うん、闇天のことそんなに怖がらなくても良くなってくるのか。まあね、単品抵抗をドライブしたかのパターンもあるけど、まあ、でも言うてそんなに闇点で高い可能性は普段よりは少ないなと思っていいですよね、うん、下がってきてますね、うん、親はオペ、はい、リャンゾーと出しましたね。あと今神社さんがペーと出しでしたね。すごい、うん、攻められてる感じが今ないですよね。ないですね、あんま ねこれ僕も三蔵の後こうウーピン手出しなんで、そんなにリャンゾーも危険度が高いわけじゃないしね、うんうんうん、またこれ一応ドッポさんが泣いてるのタンヤウじゃない、うん、はい、じゃないですか。あら、またいたよチーム。チームは最後だ。でも染めてるようにも見えないんで、見えないですよね。これ多分3色か1通に見えるんですけど。そうですよね、うん、あの急走が4枚切れなんで3色規定されるんですよね。なくなっちゃったらほぼ1通、まあ、あとそっか、あと白が残ってますね、薬杯で言うと。薬杯で言うと、うんうん、なんで、まあ、白あんこで他の色の町なのか、白と何かのシャンポンなのか、うんうん、一通なのか、まあ、3択に見えるんじゃないですかね、多分。この候補の中から、うん、周り受けてるように見えますよね。そうですね、いや、張っている方がいるとはちょっと私からは見えないが、いや、でもあのただ単にあの安全牌を入れ替えつつ進んでるパターンあるんで、それか安全牌入れ替えつつイーシャンテンで、うん、次の一手で天牌かもしれない。今ウーピン取り損としでしたね、はい、この人は受けてますね、うん、まあ、ウーピンって他の人にも結構安全度が高い牌なんで、で親も受けてるっぽいですね。あと、ね、ここは神茶さんがどうなのか、はい、神茶最初はこう速度感ありましたが、うん、手の中から出てくる牌は安全牌が多い、はい、あ、張ってなさそうじゃないですか。張ってなさそうですね。でもこれはあの1000点だと上がらない選択出てくるんですよね、うん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 、あの1人転廃っぽいと、例えばこの順目で3人とも降りてるね、うん、でこの順目で積もりましたっていうパターンって、全員転廃の時以外は大体得なんですよ、うんうん、そうなので上がらない選択出てくるんです。今回赤1枚あって2000点なんで、はい、パターンで言うと1人転廃の時だけ得なんですよね。そうなので、この場合は上がります。このままでいくと、配定ですよ。うん、あら、配定ついたら、あ、配定が今なんか、風に行きましたよ、これ。ただ、多分、本店なのか、配定ずらしなのか、どっちか。これ、手出し金も分かんないですね、どっちか。チーソーか、ローソーか。はい。これは、危険度は、あの、片筋な分、ローソーの方が若干、いいですかね。いいですか。はい、すみませんね。どっちがいいですかね。これ2枚目のケースは手出しなんですよね。そうなんです。ですから、うん、ソーズの上あたりはゼロではないではないと思います。持ってるパターンも、はい、完成してるか、天地層からね、完地層になったパターンとかもあるんで、これを聞いてみましょうね。隙がない。あとちょっとチーピー拾えるかみたいなのありますよね。ピンズが悪くないか。さあ、テンパイの方開けてください。テンパってるぜ。泣かせたんじゃない、ただ泣かせたんじゃない。チーソー当たるぜ。いや、すごい。チーソー当たる。ファインプレー。テンパイからの白打牌、それがポンの声、はいはい、そして流れてきたチーソー、うんうん、しっかりと向きった気持ちいい。これはちょっとね、ちょっとしか展望増えないけど気持ちいい。累積すると気持ちいい。いや、すごい。今のは丁寧に考えた甲斐がありました。では皆さんの手配開けていただきましょう。いやー、なるほど。親もしっかり最後の1枚は来ましたね、はい、そう、あのだってチーマンとかパーマンって実はここには通ってるけど僕には別に通ってないですからね。そうですね、うん、ギリギリのところ粘ってきました、うん、道中はね受けたのかななんて思ったところから、うん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 、そんなことはありませんでした。はい。さあ、ということで、まだ、はい、トンさんが続きます、はい。親がなかなか落ちない。トイメンの宿敵をね、そろそろ倒さないといけないですね。かっこいいですね。会社の部下です。はい、はい、ということで、皆さん、次回もお楽しみに。